黒岩駅は北海道二見郡八雲町黒岩にある北海道旅客鉄道函館本線の駅である。駅番号は H51、電報略号は黒、快速アイリスの停車駅であった。函館本線は隣の山崎駅から東駅まで伏線、東駅から次の北と津つ信号場まで単線となる。1976年の黒岩駅と 周囲約1キロメートル範囲。下が複線区間箱館方面。ホームは構内箱館側によって設置されている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成アイヌ語のクンネスマあるいはクンネシラの異約に由来する。駅付近の海岸に黒海色の中条節理が岩礁として突き出ている。様子を指して呼んだものとされる。 ホーム2面2線を有する地上駅。旧来の2面3線配線の内中央の側線を廃止したため、上りホーム上り本線、下りホーム下り本線の順に並ぶ変則的な構造となっている。ホーム中央に校内踏切がある。駅舎は上りホーム側にある。おしゃまんべ方に複線区間と単線区間の境界となる両開き分岐器が設置されている。 1>, 1日の平均上降人員は以下の通りである。ありがとうございます。